どうもこんにちは。昨日ダッコのエアロビコンサートツアーが無事終わりまして、翌日、姫路にてリーダーは語り出演というわけで、はい、我々暇な3人がじゃん、はい、なんとここじゃん、シャシャザン遊びに来ました。というわけで行ってきます。行ってきます。はい、ロープウェイが、あ、もう来た。行ってきます。行ってきます。おー、すごい。いや、ロープウェイにまつわる面白い話を。ロープウェイ今から乗るんでないってことでいいよね。はい、はい、なかったでした。かの有名な諸社山、ラストサムライのロケ地となった場所です。どうぞ皆さん、姫路に寄られた際にはここにも遊びに来てもらいたいなと思います。ちなみに僕は小学校4年生の時、人生初の林間学校でこの諸社山にやってきました。はい、ではロープウェイが発車するまでの間、僕の林間学校にまつわる話を一つ。小学4年生武志少年、未だにあのあれなの、俺あのおもらしがなかなか治らなかった人で、また4年生でも気を抜くとおもらしをしてたのよ。そうだったんですね。だから林間学校となったらちょっと俺としては怖いの。この日に漏らしたらやべえってみんな一緒やん。でもみんなそんな言えんやん、もう年頃やから。だから一応予備で一泊使ったけど、パンツを1枚多めに持って行ってた、もしおもらしした時用に。その日に事件が起こった。みんなでお風呂入るじゃん、ほんで俺何を思ったやろな、お風呂入った後に、着替えたパンツを持って帰ってくるの忘れたのよ。だからみんながお風呂上がったのに、よく着替える場所に、脱衣所にパンツが1枚だけ残っちゃってるわけ。これが問題になる。先生が夜中に全員呼び出して、誰かパンツを忘れとるぞと、誰だと、持って帰ってないやつ手挙げろと。年頃やからそんな言えへんやん、僕でした言えへん、パンツ僕のですって。このもう見せびらかせられるから、このパンツ誰やっつって、手あげれ、誰も手あげへんもんやから、先生はもう怒るわけよ。誰かおるやろと、お前らの中に誰かしかおらんないから、全員の持ち物調べますって。犯人俺やねん、分かってるねん。でも俺おもらし防止用で一枚多めにパンツ持ってきてたから、全員の荷物を調べられても、俺パンツ持ってっから。そうですよね。結局犯人は見つからず、先生がおかしいなって解散になってっていう話があんのよ。あの時パンツ忘れたのは僕でした。っていう僕の林間学校にまつわる思い出話でした。まだ残ってるかな。こっちの方がここでしょ。パーツ、すごいな。お待たせいたしました。それでは出発いたします。名刺は全然可愛くないな。こっちか、出発しました。どっち行くの。こっちだ。ここで見てんじゃない。ありがとうございます。こんにちは。山に登るんやから。いや、上見てなかったから。本日は諸社さんロケをご利用くださいまして、誠にありがとうございます。そうな、今日も天気にも恵まれ、青空も広がる中、少し冷たい風が吹く中での音楽参拝となっております。はい、飯田さんが姫路動物園のアトラクションに一人で乗ってます。シュールないですね。飯田さんどうですか。怖い。上行った時怖い。もう一回。もう一回。もう一回行くから。上からの景色はいかがですか。いや、景色は綺麗ですよ。景色綺麗ですけど、やっぱり高いところちょっと怖いんですよ。13.8メートル。日本で一番低い観覧車だと。
回ってます。ロープウェイは降りて、今このように急な山道を登っていっております。はい、飯よ、ね、飯よ。はい。山で面白い話。山で、山も今初めて登ってるんで。嘘つけ。制作中です。登ったことあるやろ。山登りぐらいあるでしょ。制作中。いつか飯よが面白い話を我々に聞かせてくれることを期待して頑張っていきたいと思います。すごいね。いやこれすごいよ。飯よ感動した。はい、一句読んで一句。一句、山きれい。山きれい。山登りして、山登りして絶景だ。終わったかよろしいか。はい。多分これはカットで。きれいですね。木漏れ日が。なんか飯をすれ違う人にこんにちはって挨拶しよう。山登りの基本やね。こんにちは。こんにちは。挨拶のタイミングすごいな。いつ来るんやろうと思って。ギリギリやったな。でもちゃんとこんにちは言ってくれたな。よかったよかった。怪しまれてないわ飯を。先にこっちが言ったからこっちの勝ちやで。向こうは勇気なかった。そうですね。こっちが言ったのに対して向こうは言わされた。完全な勝ちです、ね、そうや、俺らが向こう操ったり支配したわけや。そう考えてる時点でちょっと負けてると思うんだけど。支配者なのか。あこれしんどいっすなあ。これはお、広いんだ。メシはやったら面白い転び方するんやろな。メシは面白い転び方するんだろうな。嫌です。これは本当に怪我しないやつです。ババ君なら言ってくれるで。ババ君さんのために取っておきます。足尾は言い訳のプロやな。いや先輩は荒くなってきた。おーい、芸人飯尾が芸人のプライドをかけておみくじを引きます。やっぱ持ってるもんな飯尾は。こういうの持ってるからな。はい、竹。真ん中の数字わかります？いやちょっとわかんないですけど64。あ、64。また入れといてください。あ、入れる。はい、64。いや、4っていう数字は好きじゃないですよな。芸人の足くれやから。それは引いてくれるでしょう。はい、ありがとうございます。家の引いてくれるでしょう。でんとこれ、あ、そういう、あ、そういうのかな。あ、じゃあこれやろ、今日って書いてるの、今日。いや、今日って持ってるな。今日って少ないんじゃないですか。よかったよかった、持ってた持ってた、よかった。終わった、売れる素質あったで、飯は。この山道、登るまで話して。ハイスクール DD はでも結構下ネタありきのアニメなんですけど、うん、まあ王道バトルですけどね。王道バトル、はい、王道がまずバトルだ。なんか主人公が負けて、うん、なんか感情あらわにしたら強くなるみたいな。ああ、ブリーチとかの。はい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 。手法ですね。って何？クーデルはクールデレです、ね。ツンデレとは違うんだけど。ツンデレはそのツンツンデレデレの略じゃないですか。うん、でもツンツンしなくていいんで。クールとツンツンはちょっとちゃうのね。ツンツンはその嫌い嫌いみたいなこと言って、はいはい、デレデレですよ。クールデレっていうのは例えば誰のことを？綾波レイだよ。あ、まあ俗に言うね、エヴァにも詳しいってことでいいかな。エヴァンゲリオンでもアニメしか見てないんで、映画は一本も見てないんで僕。詳しくない。いや、あれはその思い出です。でも綾波レイは好きなの？綾波レイは好きですね。イカリ君、パチンコでも行かない、あのパチンコの話だった。パチンコでも綾波レイのバック背景出るとテンション上がる。うわー。で、ロンキンですよね。ガシャガシャガシャ、ダッシュ。わからないけどそれが当たりなのね。うわー。
で、これが今初号機の役物が今吠えたシーンです。ででん。それでいくら買ってることになるの？まあでもエヴァンゲリオンはパチンコで言うとクソンゲリオンって言われる、うん、ああ面白くないの。激アツを外すっていう台なんで、やっぱ運、運ですね。常識いった。テンションびっくりするけど、ゆらさんって言ってた。ぐるっと、お寺を見て回って、登ってきた道とは違う道でロープウェイに戻るつもりがいつまでもたどり着けず、なんとなく、歩きで下山してるような気がしています。このまま町まで歩いてしまいそうです。これなん結構かかりますよ、あのロープウェイの。結構乗ったもんな。迷子になりました。一本道あったと思うんやけどな。止まってください。でも登りたくないですね。また戻る？戻る？戻る方が偉い？いや、ちょっと待ってください。どうだ？どうだ？でもあそこ道開けてるんだ。これは明らかにロープウェイの道とは真逆に行ってるってことは分かります。真逆？だってここの三六駅から山上まで行ったんですよね。だから今ここにいるわけじゃないですか。どうしてんの？おふら、何？じゃあ車のとこにも戻れへんの？車のところに戻…ここどこに戻っちゃうんだろう。あそこ開けてるんで、ちょっとあそこで一旦確認します。なんかわかる？ほんま？迷子なんかなるの？そうでしょ？良心的な山で。いや、でもこれほら矢印の方向がさ、駅と逆を指してるから。でもこっち、待ってやで、こっち側じゃない。なんかめっちゃ車スイッチされてるけど、ほんまや。町まで遠いよ。え？でもこっから行ける？行けるかな。降りれるかな。っていうかロープウェイがこっちから通ってないっていう疑惑もあるから。どこなんやろ。どこなんやろこれ。どうやって帰るんよ。もう登るもしんどいわ。結構降りましたもんね。結構降りだよ、もうゴタゴタ喋り。これもう登るの無理でしょ。ちょっと飯を。どうするん。今日なんてひそこまでの。っていうか開けてるって言ったけど、どこが開けてる。いや絶対これもう絶対もうちゃうわ、絶対ちゃうわ。降りるもやけどさ、降りてもどこに降りるのかって話だよな。そうなんですよね、これ多分三六駅っていうところから乗ったじゃないですか。三六駅からもかなり離れてるんです。マジで。ロープウェイの道のりがこうなんで、今こっちに向かってるんですよ。マジで。ここが駐車場。マジか。なんで、うわあ失敗したな。飯をどうする。飯をどうする。降りてなんか捕まえるのか、登ってもう一回頑張ってく。どうします。いや違う道で帰ろうって言った俺や。戻るしかないか。まあ戻った方がいいんじゃないですかね。結構降りましたけど。巻き戻し画像ではありません。つらい。疲れた。登りに疲れた人間はこうなるらしいです。はい、無事にロープウェイの場に帰ってまいりました。疲れた。はい、最後の10分ほど、会話一切なしというわけで。お疲れ様でした。お疲れ様でした。道間違えてすいませんでした。どうもこんにちは、ゆら様です。本日名古屋は名古屋学校は名古屋に来ております。色星カメラにチェキのフィルムを買いに来ましたが、リーダーはおもちゃを見たいということでおもちゃコーナーにやってまいりました。探しております。物色しております。はい、これが好きなものを追っかける男の顔でした。すげえ。ついにこんなものまで出ております。ね、書き出しが偉くなりました。年齢18歳以上出てる。それ以下でもあかんの。そうなんですよ、だからここ見せちゃいけない。名古屋です。逆光ですが。
はい、4人で来ておりますが、はい、2人にテーブルが分かりました。そうです、美味しいです。こちらも、そしてあちらカップル座りしてます。まさかの他ならカップル、ね、仲が良くていいなと思います。ちなみにリーダーは焼きそば定食を食べています。炭水化物プラス炭水化物、炭水化物ですね。年々元気になってると羨ましい限り。いいことですね。それに比べて僕はちゃんヘルシーで大根サラダにと。それ3番きます。3番きます。いただきます。